デビュー戦スタートしました。フォーダッシュ5番ナムラビオラが切りました。内から1番のベネベレンティ、この2頭が飛び出していきます。3番手は3頭、7番の天童、外を通って9番のクリノカグヤ、内から6番のステイチューンドも上がって、その後ろは 3,4 馬身切れました。3番のウエストチェリー、4番ユイのパチュレック、後方は 5,6 馬身相手、8番クリノバルキリー、後方から2頭目、内回りの3コーナーのカーブに入っています。1頭遅れ加減2番のレオテミス最後方、先頭からおしまいまでは20馬身以上の差になりました。先頭変わって1番のベネメレンティ、内から先頭に立っています。2番手5番のナムラビオラ、600切りました。 3,4 コーナー中間34秒6で最初の600を通過。3番手のインコースに6番のステイチューンド、4番手外を通って9番クリノカグヤ、7番の天童が差を詰めていく。5番手4コーナーから直線に向きます。内から先頭に立った1番のベネメレンティ先頭で直線、2番手5番のナムラビオラ差を詰めていく。3番手から6番のステイチューンド、その後ろ7番天童、4番手200を切って、ここから坂を上る1番のベネベレンティ、ベネベレンティ粘っている。5番のナムラビオラ2番手、あと 100m 坂を上り切った。3番手6番のステイチューンド、1番のベネベレンティデビュー勝ち、ゴール。2番手5番のナムラビオラ、3番手6番のステイチューンドでした。